皆さんこんにちは、 PGA ティーチングプロ竹内です。スライスを、矯正する練習法、今回はご紹介していきます。自宅でもできます。しっかりと練習をするようにしてください。それではですね、始めていきます。まず、このようにですね、構えて、反対に構えていくんですが、ここからバックスイングをした際に正しいスイング軌道というのをまず説明させていただきます。この肩のラインでのシャフトプレーンで正しいラインというのは、このシャフトラインはボールの後方を指す、ポジションが正しいラインになります。例えばクラブが長くなるドライバーとかはですね、ボールの位置が、体との距離感が遠くなるので、もちろん短いクラブよりはフラットに入ってきます。なのでこの寝てきているライン、先ほどはこのライン、今はこのライン、長くなるにつれてこの角度は変わってきます。ここですね、まずはしっかりと把握をしておいてください。今回は使用しているクラブはウェッジになりますので、少し高めのアップライト気味のシャフトプレーンになるのが正しいラインです。この角度をしっかりとまずはキープをしてください。このキープをした状態でこのグリップエンドを壁に当てていきます。壁に当たるところまで下がっていただいて、壁に当てていきます。ここから前傾角を作って、この角度はキープしておいてください。ここの形がセットできたら OK です。このように構えていただいて、このグリップエンドが先ほどのポジションで壁に触るかどうかというのをチェックしていきます。ここですね、ここが毎回同じく触れれば結構なんですが、早い段階に触ってしまったり、またいつまで経っても触れない、この壁にグリップエンドが当たらないっていう形ですと、シャフトプレーンのズレっていうのが生じていることになります。このポジションでしっかりと正しいラインでシャフトプレーンをまず合わせたらここで構えていただいて、スッと上げていきます。このポジションです。で、今このグリップエンドが壁に当たっているなっていう感じができたら、ダウンスイングはここをなぞるように降りていきます。もう一度いきます。ここから当たったポジションからなぞるように降りていき、少しですね、なぞるように降りていき、腰のラインでは離れていきますが、ここのラインでは離れていきますが、ここの切り返しのラインまではしっかりとスルッと滑るような形で降りてくる形が正しいラインです。実際に上げました、このラインぶつかりました、切り返しと同時に離れてきてしまうと、スイング軌道っていうのはアウトサイドに来てしまいます。ここに壁がある状態、ここから切り返すときはスーッと流れてきて、そのままインパクトに向かっていきます。もう一度いきます。ここにシャフトプレーンまず合わせてぶつけていき、アドレスを作ります。ここからダウンスイング、腰から回し、スッとこう滑るようなイメージで降りてくる。これを何度も繰り返し練習してください。ドライバーなどでですね、長いクラブでシャフトプレーンがわからないという方はですね、ドライバーのポジションでこうアドレスを作っていただき、この壁から体が離れることで、このぶつかるポジションというのが変わってきますので、このラインで構えていただき、そのままダウンスイング滑らせながらフォローへと向かっていくといったように、長さに応じてこの壁からの距離というのも変えて、シャフトのラインもチェックしてアドレスを作って、そこにまずは正しくぶつける、そしたらそこから切り返してなぞる、そこから離れていくといった動きを作ってください。これができることで切り返しの正しいスイング軌道というのがですね、作られます。またトップまでの正しいシャフトラインというのも学ぶことができます。しっかりとですね、練習して、自宅でもできますので、しっかりと練習してマスターしてみてください。本日のレッスンは以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご視聴いただきありがとうございます。コメントやいつも応援してくださる皆様、本当に感謝しています。随時新しいレッスン動画を公開していきますので、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。また動画とテキストで学べる無料レッスンも公開しておりますので、そちらもぜひゲットしてください。